明治学院大学心理学部心理学科2年、高橋真由です。私は毎日 SNS 投稿を頑張っています。特にインスタグラムでは大好きな美味しいものの投稿をたくさんしています。よかったら皆さんも覗いてみて、私が行ったカフェなどに訪れていただけたら嬉しいです。コンテスト期間最後まで精一杯頑張っていきたいと思いますので、応援よろしくお願いいたします。明治学院大学法学部消費情報環境法学科2年生のおちりさこです。私は着飾らないところが自分のいいところだなと思っているので、ぜひ SNS や YouTube などで私について知っていただけたらいいなと思います。はい、コンテストに向けては、私はもともと皆さんの笑顔のきっかけになりたくてミスコンに出場を決意しました。なので最後まで自分らしく笑顔で頑張りたいと思いますので、最後まで皆さん一緒に楽しんでいただけたらいいなと思います。明治学院大学文学部英文学科2年中泉里奈です。私のアピールポイントは、より親しみやすさを持ってもらいやすいところだと思います。 SNS の毎日投稿はもちろん、全てのコメントやリプライにお返事させていただいており、またライブ配信では毎日配信でファンの方々とたくさんお話しするのがとても楽しいです。残りあと少しとミスコン活動となりましたが、最後まで全力で悔いのないように頑張るので、ラストスパート応援よろしくお願いします。明治学院大学社会学部社会学科3年小野七海です。インスタグラムとツイッターの毎日更新頑張ってるので、ぜひチェックしてみてください。残り1ヶ月ほどしかありませんが、最後まで精一杯頑張るので、ぜひ応援よろしくお願いします。明治学院大学社会学部社会学科2年、武井乃々子です。私はポジティブさと想像力は誰にも負けないと思ってます。注目してほしい点は、私の見た目と特技のギャップや性格のギャップがあるかなって思うので、そこを見ていただけたら嬉しいです。最後に、最後まで感謝の気持ちと自分らしさを大切に、最後まで全力で頑張りますので、応援よろしくお願いいたします。